三門安保国分寺は千葉県立山市国部にある新言州地山派の寺院。三号は広山。本尊は薬師如来。奈良時代に聖武天皇の御事のりにより日本各地に建立された国分寺のうち安保国国部総寺の後継寺院と言われる。本校では現寺院と共に 古代寺院跡である安房国分寺跡及び安房国分アマデラートに関する議論についても解説する。立山市市街地から東方、海岸線から 3km のかつての砂丘上に位置する。安房国分掃除を継承する寺院と伝承され、原型台と重複して旧国分掃除跡が立地するほか、北方約 900m に旧国分アマデラートの立地が推定される。 ただし、安保国には特殊な成立事情があるため、他国の国分寺とは異なり国分寺混流の御事のりから遅れた時期の創建とされる。旧国分寺跡の推定境内域は、1957年に立山市指定史跡に指定され、1992年には千葉県指定史跡に指定された。 域内では1976年から発掘調査が実施されており、近道とみられる気岩や地域を区画した溝などが検出されている。なお、国分寺の立地する砂丘地帯は縄文時代から中世までの遺跡の分布も知られる地域になる。聖武天皇肖像創建について文献からはつまびらかでないが出土遺物からは奈良時代後半頃と推定される。一般に 全国の国分寺は、天平13年の国分寺建流の御琴のりの頃の創建とされる。しかし、安保国の場合には、養老2年に和佐国から分立して設置されたものの、天平13年12月に和佐国に再併合され、天平商法9年5月に再分立されるという経緯をたどっており、安保国分寺は他国から遅れる時期に創建されたとみられる。 安防国と同様に併合、分立を経た、能登国、泉国の場合、前者では、上和10年に、定額寺対抗寺が、能登国分寺に充てられ、後者では、上和6年に、泉郡安楽寺が、泉国分寺に充てられている。安防国の場合に、安防国分寺の設置記事は見えないが、能登国、泉国と同様に、既存の定額寺が、 安房国分寺に当てられたとする説がある。なおひ山ろやま国分寺の自伝では、小以前の人気4年、国史につき従って安房に下校した、文雄のかのやすねが、行記作の薬師物を本尊とする道具を混流した、ことをもって、創建と伝える。しかし、原国分寺と旧国分寺の関係自体がつまびらかでなく、伝承も明らかではない。類樹三大閣では、 任二年6月2日の大上官府に、彼国帝国分寺、余家重曹と見え、この頃までには、安防国分寺の存在が認められる。延長5年成立の演技式取税上の規定では、他国と異なり安防国の国分寺料に関する、記載はない。これについて、和佐国から重当されたと推測する説があるが、明らかでない。中世頃の変遷は不詳。 旧国分寺との連続性は明らかでないが、王安2年には、安房国分寺の僧が、大般若経の書写を行っているほか、元国分寺境内には、南北朝時代の頃と見られる、五輪塔が伝生される。江戸時代の教法20年には、近藤が再建された。宗寺跡近藤宗寺跡は、元国分寺境内と重複して立地する。これまでに、数字の発掘調査が実施されているが、 下佐国分寺跡、数佐国分寺跡のようなガラン配置の複数道具は認められず、近藤跡と見られる道具1境のみが認められている。その推定近藤跡は、半築による基団が東西22メートル、南北15メートルを測る。その他には、地域区画線と見られる溝が、地域東辺、南辺で見つかっている。また掃除跡の地域からは、これまでに、 多量の瓦が出土している。瓦の様相としては、素円七要素弁連下分という文様や、製作技法に強い在地色が指摘される。その他の出土品のうちでは、山菜の住客が全国でも珍しいものとして注目される。また、原国分寺境内では、旧国分寺跡のものと見られる素積4個も、伝承されている。アマデーラ跡の所在は明らかでない。 北方約900メートルの茅野の地区において、甘んぼうという地名が残るが、これを二棒に当てて、国分天寺の推定地に上げる説がある。その他に、南暴走市造館のマスマ廃寺について、二道の伝承が残るほか、南暴走市府中の宝珠院にも、天寺とする伝承が残るが、つまびらかではない。三義民母、所在地交通アクセス関連施設周辺暗号。 国分寺跡に関するカテゴリー。暗号国分アマデラ跡に関するカテゴリー。ありがとうございます。